でもお盆には予定が空くなら、その時にはコウキとデートしたいわ。うん、じゃあそれまでは私も我慢。違うのよ、夏休みに入ってからこの時間はおやつを食べてるから。あ、うん、ありがとう。軽いものってパスタじゃない？私がお菓子じゃ満足できないと思ったのは少し引っかかるわ。でも、いただきます。ごちそうさまでした。ねえ、とはずっと部屋にこもってるみたいだけど、一緒に食べなくていいの？食べなくてもいいのね。って、トアいないの？どうしてそんな大事なことを黙ってるのよ！どうしよう、てっきりトアがいると思ってたのに。私、今日の下着、マムラじゃないわよね。うん、大丈夫。通販で買ったやつ。な、何？シャワー？あ、うん、宿題ね。それは。あれ、どう解くんだっけ？あ、それは X を代入して。うん。またしたらダメね。コウキと二人きりだと思ったら。コウキは真面目に宿題してるのに。今日は後期の宿題を見てあげる約束。そのことに集中しよう。お疲れ様。数時間で大げさね。そんなことじゃ来年の受験勉強どうするの？へえ、推薦が取れるほど後期は数学も含めて評点平均いいんだ。これからは復習をちゃんとしなさい。予習なんて必要ないし、わからないところは私が教えてあげるから。頼まれました。あ、ちょっとトイレ借りるわね。うん、大丈夫。
足がしびれちゃったみたい。ちょっとコウキ、ダメだよ。トアが帰ってきちゃう。押し倒そうってコウキ、それ怖い。コウキ、ダメよ。今日はコウキに勉強を教える日でしょ。ずるいわ。今頃になってそんなこと言い出すなんて。コウキ。いってらー。あ、先輩、おはようございます。先輩、そんなにおめかししてどこに行くんですか。ああ、デートですか。アーシュさんによろしくお伝えください。はい、明日のコミケでトアが出すゲームのお手伝いをしろと。ううん、ケースにジャケット絵を入れた後、フィルム包装してもらってる。もちろん全部。こんなめんどくさい作業、自分でやるとかありえないし。めんどくさいって、トアが売るゲームでしょ。その代わりバイト代は払うんだからいいじゃん。業者に頼んでもよかったのに。はい、そうなんです。この夏こそ、泉新生白鋼本霞の柳葉包丁を買いたくて。もしかして、泉新を知らないんですか？泉新の柳葉包丁といえば、先祖代々継承された技を一本一本職人さんが魂を込めて研いだ包丁じゃないですか。特に刃付けの技術が優れていて、その技術の高さは世界中から注文が殺到するほどなんです。こんなことは普通は誰でも知ってますよ。ピンキリですけど、私が欲しいのは5万円くらいです。だから、家の手伝いだけじゃお金が足りなくて。みひろはその包丁で魚を3枚におろすのを楽しみにしてるんだって。はい！切れ味抜群の包丁で魚のヒレを落とす。そして、その身に歯を滑らす。ああ、そのことを考えるだけで、どんな辛い仕事も耐えられます。